京王電鉄バス桜ヶ丘営業所京王電鉄バス桜ヶ丘営業所は東京都日野市を地下は898に位置する京王電鉄バスの営業所である当初を表す車内識別記号は S。最寄りバス停留所は桜ヶ丘車庫名称は桜ヶ丘営業所であり京王線成績桜ヶ丘駅にも近いが所在地は 多摩市との市境付近の日野市内となる。本港では同じ敷地内にある京王バス桜ヶ丘営業所についても述べる。日野市、多摩市を主な営業区域とし、主要ターミナルは成石桜ヶ丘駅、高畑不動駅である。八王子市、府中市、国立市へ乗り入れる路線もあり、一部路線は立川市へも乗り入れる。 京王で初のコミュニティバスとなった日野市ミニバスの運行も受託している。なお、成績桜ヶ丘駅前には京王電鉄の本社もあり、京王グループの中心地となっている。2019年11月16日、敷地内に京王電鉄バスの地域市会社である京王バス中央の桜ヶ丘営業所が開設された。事務所は同じ建物内に併設され、 京王電鉄バスは2階、京王バスは1階を使用している。桜川丘車こと高畑不動駅との出入小便。平日1.5往復、土曜0.5往復、祝日1往復のみ設定されている。日のリエスセ国産ク4メーカーを採用している。1994年度までは三菱自動車工業製車両を導入しており、かつては 三扉の車両も在籍していた。また、前乗り後ろ振りが主体となっていた。1995年からは、KO バスの他の営業所と同様に、バリアフリーの一環で、ワンステップバスの日産ディーゼルスペースランナー JP を導入を開始した。その後は1999年から2005年、2008年にかけて、日産ディーゼル製のオンステップバスが導入された。 このほか、日産ディーゼルスペースランナー RM のノンステップバスを2003年に導入したが、A 副町営業所、府中営業所に転属後、全車除籍されている。小型車は、1986年の日野市ミニバス運行開始時に、専用車として日野レインボー RB を導入した。日野市ミニバスでは、その後、 1996年から1998年にかけては、日産ディーゼル RN2001 年からは、日野 DS を導入した。2009年からは、日野ポンチョの導入が開始され、経年車は置き換えている。中型車は、日野レインボー2が在籍し、日野市ミニバスの一部路線で使用されることもある。2011年には、 京王バスグループ内の組織改変に伴い、京王電鉄バスタマ営業所より、三菱不装、エアロミディ MK が転属しており、三菱不装車の配置が復活している。2013年には、日野、ブルーリボン2が導入され、大型車としては、初の日野車となった。また、京王の電車、バス100周年記念復刻塗装第一弾として、三菱不装、エアロスターが導入され、 三菱不創制の大型車としては19年ぶりの配置となった。2014年にはイスズエルガが1台導入された。2015年には記念復刻塗装バス2段として、日のブルーリボン2が導入されている。2019年11月に京王バス中央の営業所が併設されたのに伴い、新車を含めて京王バスカラーの車両が増えている。ありがとうございます。